ブリテン諸島はヨーロッパ大陸北西沖の大西洋上に位置する。ブリテン諸島はヨーロッパ大陸の北西沖の大西洋上に浮かぶ諸島。グレートブリテン島とアイルランド島の二つの大きな島とその周囲の大小の島々からなる。イギリス諸島とも呼ばれる。この諸島の名前は2000年間にもわたって使用されており、ローマの博物学者代。 プリニウスのナチュラリスイストリアには、それ、自体をアルビオンと呼び、その周辺の島々は簡潔に、ブリターニーと呼ばれていると記述されている。これら6000を超える、島々の総面積は315,134平方キロメートルであり、主な島や島群には、以下がある。古来、塔の外からは、ブリット、または、プリットで始まる。 様々な呼び方がされ、島の住民は、太陽の島という意味のオーシャンにインスレー、または島々を意味する、インスララムと呼んでいた。英語が使われるようになってから、ブリティッシュアイルズと呼ばれるようになった。古代のブリテン諸島の住人は、紀元前5世紀に侵入してきた、ブラッシン、または、プライタニーと称する、ケルト人であった。古代の地理学者たちは、 住民の集団の名を取りラテン語やギリシャ語のような、自分たちの言語に直し島々を呼んだ。ストラボンのチリ市第4巻では、ブリテン島をプリトゥナイキーと綴り、プリトンズ、またはブレトンズと島々を呼んだ。例えばチリ2.1、18。イオタニュータウイオタオメガタウアルファタウ、イオタタウオメガニュー、ローイタタウタウアルファニューオメガニューベータ。 ローイタヨタタウイタローイオタタウプシロンタウ、ニューイタヨタシグマイオタニュー。これは、紀元10年頃書かれたものであるが、現存する最古の写本は6世紀のものである。ダイプリニュースは、ラテン語による、この島々への述号紀元70年頃、ナチュラリスイストリア4.102節で用いた。アルビオニプシーノメンフイカムブリターニーボカルントゥールオムネスデクイブスモックス。 パウロ・ディシーマスはその名である。次の4.103説では、グレート・ブリテン、アイルランド及びその他の小さな島々といった、ブリタニューズを構成する島々を列挙している。プトレマイオスはアイルランドは、ブリタニアという島々のグループに属するとし、幾分詳しい。プトレマイオスの地理学、第2巻1章は、ヒベルニア、ブリタニアの島と題が付けられた。 地理に関する早期の現存する考察はほぼ古代の言語に限られている。歴史上の地理学者による英語のブリティッシュ・アイルズは宗教改革以降にのみ見られる。現住民によるこの島々への最古の集合的な用語の出典は6世紀のアイルランドの僧侶聖コルンバによるブリテンの人々への伝道活動を記した聖コロンバ伝である。 これは7世紀末にアイオナ島に、かなりの数のピクト人を呼び、イングランド人の僧侶と共に住んでいた、アイルランドの僧侶アドムナンにより書かれ、当時ブリテン諸島全体の権威と考えられていた。この作品ではこの諸島は、太陽の島々の意のオーシャンにインスレーと呼ばれ、シャープ版2巻、46イコールリリーブス版2巻、47、潮は、控えめだった。 他の原住民の転居は8世紀に書かれたベダのイストリアエクリージアスティカ・ジェンティス・アングローラムにある。そこでは、島々を意味するインスララムが使われていた。それらの語は宗教改革後の英語の用法には入らなかった。最初の引用のブリティッシュワイルズが1621年、ケニあるオックスフォード英語辞典に加えられた。大陸のゲラルドゥス、メルカトル。 バルタザール・モレトゥス、ジョバンニ・マジーニ、アブラハム・オルテリウス、セバスチャン・ミュンスターが、ブリティッシュ・ワイルズとした地図を制作した。オルテリウスは、ほとんどの地図で1570年には、イングランド、スコットランド、アイルランドは、政治的に名目上は少なくとも分離していた、見解をはっきりさせた、アングリエ、スコシャイ・ハイバーニ、サイブ・ブリタニカール、インスララム・デ・スクリプティオ、 加えて、この時期の多くの地図では、コーンウォールが別の国として描かれており、特にメルカトルがそうであった。ブリテン諸島における用語のオイラーズ・ブリテン諸島の故障を模式化した図の日本語訳政治的には、イギリスとアイルランド共和国という二つの主権国家、チャネル諸島といわれるガンジー島とジャージー島を呼び、満島の三つのイギリス王室直轄属領に分かれている。 このため、イギリスの主権に属さない、アイルランド共和国やマンジ島等の人々や、北アイルランドのナショナリスト、スコットランド、ウェールズ、あるいはケルト系のコーンウォールの一部の人々も、ブリテン諸島という故障に不快感を示すことがある。ブリテン諸島における、主権国家及びその回区分以上に述べたのは、地理的な概念としてのブリテン諸島であるが、 これに対して、英国法上の概念としてのブリテン諸島は、以下のものを総称するものである。以上から、明らかなように、イギリスの海外領土は含まれず、また当然ながら隣国である、アイルランド共和国も含まれない。長谷川康二イギリス、諸島世界大百科事典、第二半平凡社、日立システムサービス。ありがとうございます。